おはようございます。速稼塾の久保です。今日は7月12日ですね。朝5時の相場解説になります。当然まだ相場は動いてませんので、今週1週間をどのように見てるかってことをざっくりとお話して、今日はね終了にしたいと思います。まあ運命の分かれ目っていう言葉はありますけども、まさに上昇なのか下降なのか、バイなのかセルなのか、今週はその分かれ目に入ってるんじゃないかなと思います。というのはですね、このトレンドラインに沿って、値動きがぶち当たって下がるのか突き抜けて上に行くのかっていう、その瀬戸際にいると思うんですよね。それを週足から見るとよくわかると思いますので、ちょっと解説していこうかと思います。それでは今日はね、週が変わりましたんで週足をどうぞ。週足を見ていただいてわかるのは、ここから上昇していってですね、まずは第1波があって、第2波があって、第3波、第4波、第5波という形でエリオット波動の推進波ができております。推進波が終わると今度は調整波がこうやって入るわけですよね。で、調整波の後に推進波の頂点を抜けるように上昇していくという流れがある。で、この上昇が素直に起きればですね、これはエリオット波動のフラクタル幾何学理論でもっともっと上がるっていう形ができますけども、今回どうでしょうかね。こっから少なくとも下がっていってしまったんではないかなと思いますんで、おそらくですね、第3波が大きく、これがすごく大きく伸びない限りは、これはですね、転換の局面に入ってセルの方に向かうんではないかなってことを週足で見ることができます。で、先週はこの青い1本でしたからね、売りの方に向かってるってことなんですよ。これを踏まえてデイリーを見ていきます。さあ、デイリーはですね、全体的に見ると右肩上がりなんですよ。エリオット波動もこのままいけば強い陽線を出して右肩上がりになるというふうに週足の方も暗示してましたけども、ただ気になるのはこのチャンネルライン、ずっと守ってきたチャンネルラインを割ったわけですよね。ここで割った後なんですけども、一つにはこういう動きが考えられます。陽線を出した後チャンネルラインにぶち当たったんで大きく下に行くと、こうなるとセルのエントリーを今週することになります。でもそうではなくて、この今形成中の陽線が結局このチャンネルライン、トレンドラインをぶち抜いてフラッグの内側に入ってくればフラッグ継続なんですよ。そうなるとバイの方に突き抜けていく可能性がすごく強くなるってことですよね。ここを今週で見上げていきましょうということなんですよね。4時間を見てみます。4時間ですけども、結局ここを頂点にしてね、このネックラインも割ってしまって、で、こちらの方も結局はぶち抜いてしまいましたね。そしてやっとこのゾーンで止まったということでございます。で、これが横ばいに入るようならここに当たってね、ここですよ、これに当たってまた下に行くみたいな感じを続けるではなかろうかと思うのがこのレンジでございます、ね、こういうふうに横ばいに行くかなっていうのと、あとは今上昇トレンド書いてますから、ここね、ちっちゃく見るとこれが継続してさらに上の方に行って、ここの力点も超えてずっと上に行って、ここの力点も超えてエリオット波動の連続性を完成させるかってことですね。あとは下に行くことですよ。これが例えばこういうところに当たってここでレンジを作らずにさらに下の方に行く、ね、これだとセルの方に向かいます。この以上3つの判断でどうなっていくかってことを今週見ていかなくてはなりません。1時間を見てみます。1時間は右肩下がりですね。当面エントリーするポイントっていうのは見つからないんですけども、少なくともここを超えて上昇するようならバイを考えてもいいかなってことですね。そのぐらいですかね。はい、運命の分かれ目といいますかね、今回はドル円、バイかセルの分かれ目、そんな1週間になると思います。まあ後半も頑張っていきましょう。それでは。